ここにまあ随分長々しくとはもう入れないから、ちょっと。こいつにだけは。もうすぐで街の中に入るんですかね。あれよかった。ここなんだ、飽きつってるけど。あれ戻っちゃったのか、もしかして。あ、そうだ、これ戻っちゃったパターンだ、このパティーンは。何してんだって感じなんですけど、木の実と。これ無限に取れんのかね。あ、これは、でもショップで買うよりこっちの方が絶対いいと思う。地味にレベル高いし、それに水の波動。これといったまあポケモンはいなそうですね。ちょっとまあ、あ、これぐるっと回んなきゃいけないやつか。でも厳選とかすごい簡単になったのかなって感じなんですけど。ああ、強いやつじゃない、大丈夫。まあ、これならギリギリ勝てるな。水の波動。引っかく。加速、ああ、加速。加速されると嫌かよ。おい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 、これはギリギリ勝てた。倒しちゃう、急所。残念だね、今のはちょっと。でも経験値入ったからまだいいか。乱れ好き、じゃあ睨みつける。いらないの。バック。
まだこいつなら勝てるかも。あ、とても強そうなってなってるからダメだ。あられが降ってる。こりゃ勝ち目ねえな。これ戦わなきゃいけないやつか、もしかして。あ。ちょっと怖い。舐めてたな。正直に言うと。あ、ちょっと。バック。いやー、よかった。とても強そうなので、じゃなくてよかった。当番組はまあ、いやー、水の波動でやったら、殺しちゃうかもしれないじゃん。あ、大丈夫そうですね、これであったら。睨みつける。モンスターボール。もうついでおやつの時間ですね。はい。でもほんと全世代型になりましたね。水の波動。白い霧。水鉄砲。挑発。いいね、挑発って。これで捕まえていくんでしょう。あれ、スポラを飛ぶって。あんのかな、今回の。気持ちに超えるがちょっと強そうだし。うん。いや、こいついらないか。全世代型ですね、ほんとに。あ、こいつ強い。絶対。もうすぐで街の中入ると思うんですけど。いや、ほんといろんなポケモン出てきますね。これ、集めきれるかね。水の波動。下手さ、全ポケモンは出てないだろう。半分ぐらい出てんじゃないか、下手したら。半分は出てないか、でもすごい数だぞ。いやー、水鉄砲、威力の低い。おお。あ、やばい。あ、やばいやばい、死んだ。
5回当たるって運悪いね。次のポケモンで戦う。いけ、大止まり。これでまあ。クソ来るか。これちょっとびっくりしたぞ。でも元気のかける持ってきてほんとよかったっすね。まあこれでいいや。いやでもほんと氷タイプ多いな。雪ふら、あー水の波動。あ、効かないね。あ、混乱した。炎が、やばい。混乱4分の1だしな。あ、これ食えないや。今一つだからいいや。いや、結構強いポケモン出てくるね。あれ？混乱してるか、かえって捕まえにくくなってんのか。おおおおおお、危ない危ない。急所か、しかも。間違えたし。これ失敗だな。しっかり回復しておきましょう。はい、